ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは。今日も夜の録音になりましてですね、大変ね、夜としてはいいテーマになりました。少子高齢化の問題でですね、イェール大学の先生が経済学者ですが、高齢者は集団自決しろと。まあ、こういう考え方はそこにあるんですよね、いろいろ。まあ、役に立たない人間は生きてる価値がないっていう、そういう、極めて、なんか僕は異常だと思われる考え方ですね。これは人間の価値について二つの文明があるんですよ。一つは日本文明ですね。日本文明は、人間はみんな同じと。基本的にもう、能力にはね、差がありますよ。頭脳の良さも違えば、足の速さも違うし、うまく絵が描ける人もいるしですね。まあ、その結果金が持ってる人も金持ってない人もいます。病気の人もいますね。まあ、いろんな人が人間というのはいるんですね。それはみんな同じだと。基本的に同じだと考えるのが日本文明ですね。それからヨーロッパ文明も中国文明も日本以外のところはほとんどそうなんですが、人間には価値がある人間と価値のない人間がいると。価値のない人間は奴隷にしてもいいんだ。ということで、まあ、奴隷文明というのが発達する。もしくはもう奴隷と同様にですね、まあ、濃度とかですね。もう人権なんかないという文明がありますね。まあ日本の人は結構それを崇拝してるんですよね。中国とかですね。それからヨーロッパ文明とか。まあそういうのを崇拝してる人がいるんですね。なんだか僕よくわからないんですけどね。そうしますとね、またね、揚げ足の人が出てきましてね。日本だって得体否認がいるじゃないか。いやいや、得体否認はいますよ、もちろんね。この得体否認、日本の得体否認ってのは数で言えば 1% 以下です。どんな時代でもね。それからヨーロッパってのは例えば古代ギリシャですと、奴隷ってのは国民の 60% から 90% ですね。今の、アメリカも非常に多くの奴隷がいました。それから南アメリカもですね、農業をやろうと思ったら人が足りないもんですから、アフリカから奴隷貿易っていうのをどんどんやりましたね。奴隷貿易なんていうね、人間を貿易というね、今でもそうですよ。アメリカのプロ野球なんか見ますとね、まるで人をこうなんかお金で売り買いできるね、トレードとか言っちゃってですね。もう最近はトレードっていうのもなんか普通の言葉になりましたけど、私はね、使いたくないんですよ。私はもうはっきりと日本文明なんですね。人は皆同じと。能力によらずに人の価値は同じっていうのが私の考え方で、日本人の中でも現在の日本人では私はやや特殊かもしれません。人間には、私はここが考えてるんですね。人間には、能力のある人間、美人とかそういう人間、それから体力が非常にあるとか、芸術的能力が非常に高いとか、そういう人もいる。五体満足。ね。全然病気もしない。コロナにもかかんない。っていう人もいるかもしれませんけども。それからまた体が弱い。どっか生まれた時にね、少し満足じゃない状態であった。ね。だから頭のキレもそれほどじゃない。なかなか難しいことは理解できない。体も弱くてダメだっていう人もいますね。しかし、その人たちの価値って言いますとね、これは僕は人間はどんな人でも同じ価値だと思ってるんですよ。僕はもうそれ信じております。それはね、詳しく説明すれば、例えば体が弱くてほとんど何の役にも立たないなんつってみんなにそう言われてる人でもね、心がすごく温かかったり、人のことがよくわかったり、ね。それからなんか頭は良くて、腕力は強いけども、心は冷たくてね、自分だけがいいとか、そう思ってる人もいるんですよね。ですから、人間に価値をつけるっていうのは非常に難しい。私はそう思うんですよ。あえて言えば一番偉いのはお母さん。なんでお母さんが偉いかったら、命を作るからですよ。僕は、この世の中の人間の行動で一番大切なことは命を作ることだと思うんですよ。命ができなかったら次できませんからね。じゃあ、男もそうじゃないかするけど、男は体外に精子を出すだけでね、別に苦労も何もしてませんよ。お母さんは子供を産みね、子供がいない女の人も同じですよ。私は物理学ですんでね、そこら辺は意識はっきりしてるんですけども、例えば10人いれば、1人か2人かは子供が産まないんですよ。それは確率の問題であってね、その人の価値を言ってんじゃないんですよ。だから、これも全然別ですね。あとお母さんが僕偉いと思うのはね、サービス残業とか休日とか要求しないってことですよ。あれ偉いね。どうして偉いかっていうと、
命を育むことの大切さが分かってるんですね。ですから赤ちゃんがね、夜中にね、急に具合が悪くなって熱高く出て、私今は就業時間外だから朝まで待ってねなんていうね、お母さんいませんよ。慌てて手当てしますよ。ね。それ当たり前ですよ。それからほぼ労働時間は24時間365日ですよ。お母さんに休暇なんかありませんからね。それでも全然文句言いません。それに図に乗ってですね、なんかこの頃のケチな男は結婚したら、なんか生活費を妻に渡すなんてバカなのがいるんですよ。そういう男に限ってね、自分で命を作ったり、自分の命を育ったりすることできないんですよ。だから、僕は今輝ける女性つってね、なんか社会に出て、働く女性を輝けるつってますけど、僕はね、一番輝いてるのはお母さんだと思うんですよ。ただ、お母さんの仕事は辛いからね。だから、気晴らしに外に出る。これはいいと思うんですよね。大いに外に出てください。これ気晴らしに外に出るんであって、まあ、それはお母さんの仕事とね、なんかその人が事務員になってお金なんか計算したり、伝票整理したり、そのどっちが優れてるか、それは明らかですよね。言うまでもない。ここに写真をね、二つ貼りました。両方とも有名な写真で随分多く使われてるので、多分著作権とかいう問題、僕もともと著作権っていうのは規定してるんですけどね。まあ、だけど、著作権を主張する方には、ちゃんと敬意を表して使わないようにしてますが、ちょっと間違うことあるんでね。縄文時代の、日本の集落の状態ですね。本当にこうだったと思われるんですよ。何しろ、奴隷のいない国って日本だけですからね。